島田孝二は、日本の実業家。事業開発研究所株式、会社代表取締役社長。プロデューサーコンサルタント講師。工事島田、電工寺大学卒業後の1983年、株式会社ワールドへ入社。営業、生産、仕入れ、企画を行う。その後、財団法人ファッション産業人材育成機構に出向。出向解除後は、 新規事業開発部に所属。2003年、株式会社ワールドを退社。副職開発研究所を設立。所長に就任。2007年3月8日に、アイブド事業開発研究所株式会社を設立し、代表取締役に就任した。日本を中心に、中国、韓国、台湾、シンガポール、タイ、インドとアジア圏で、 ファッションビジネスビューティ飲食までの事業開発、コンサルティング、教育を行う。ファッション業界の特徴である、時代性、市場性、客層、デザインマーチャンダイジング、価格をベースに、マーケティングとインターネットを駆使した業種を含め、新しいコミュニケーションを切り口にビジネスモデルを創造し、マルチチャネルを駆使するアジアの事業開発プロデューサー。ありがとうございます。